株式会社ギフトは東京都町田市に本社を置く企業。横浜家系ラーメンチェーン店、町田商店などのラーメン店の運営やラーメン店のプロデュースを主な事業とする。2008年1月に社長の田川翔らが東京都町田市で創業した町田商店1号店を事業の源流とする。2009年12月に株式会社町田商店として法人化。 2010年8月に2号店を開業し、以後店舗数を増加させていった。2018年10月、東証マザーズへ株式を上場。2020年9月、東証一部へ市場変更。事業内容は、町田商店をはじめとする直営店の運営と、ラーメン店のプロデュースである。直営店事業部門では、国内で横浜家系ラーメンや豚骨ラーメンなどの店舗 運営するほか、海外にも3店舗を展開する。プロデュース事業部門では、店舗運営ノウハウのコンサルティングを提供しつつ、麺、タレスープなどの自社食材の継続取引から利益を上げる形態をとる。麺は大半を平塚市、横浜市の自社製麺工場で製造しているが、タレスープは大手食品メーカーに生産を委託している。子会社の株式会社ラーメン天下に食材を 卸していた株式会社 k i k フーズを2019年8月に買収し、同社ナス工場で餃子を製造する。2019年10月期末時点で直営95店舗、プロデュース367店舗の合計462店舗を要する。創業者の田川翔は高校卒業後の2001年11月10年以内の独立を目標に16屋を運営する。 有限会社、広木アドバンスに入社。修行を重ね、2005年11月には、磯子本店の店長に就任、独立のため2007年8月に退職した。開業地を探す中で、町田の町をに入り、2008年1月に開業にこぎつけた。田川によると、町田商店の店名は、家系ラーメン店の定番である、家をあえて外し、親しみを持てるように地名の、 街だと温かみを感じる商店を組み合わせたという。当初は独自にスープを開発したが、理想とするスープに仕上がらず、店を開けない時もあり、16屋で修行した方法を、元に安定したスープを展開する決断を下した。売り上げは順調に増加し、オープンから2年後には2号店の出店の話が持ち上がった。ラーメン店の匂いに難色を示す大屋が多く、 物件探しが難航する中、スープを他の場所で作ることを条件に契約できる物件にたどり着く。そこでレシピを使ったスープ製造を委託できる業者を探したところ、どの業者も少なくとも10店舗分以上のロットが必要という。開拓の結果、スープを共同で用いるラーメン店10店舗を集めることができた。こうして2010年8月に2号店となる。 代々木商店を代々木に出店した。スープの共有先のオーナーの紹介で、スープを使いたいという他のラーメン店にもスープを提供するようになる。店舗運営ノウハウなどのコンサルティングも合わせて行うことで多くの繁盛店を生み出したという。ここからラーメン店プロデュース業としても拡大していった。町が商店のラーメン十六屋の系譜、一系の横浜家系ラーメンで、 豚柄を乳化するまで煮込んだ濃厚でクリーミーなスープが特徴。自社製麺工場、忍宮商店で3種類の小麦を独自に配合して製造された中太麺などを使用する。海苔、ほうれん草、うずらの卵、チャーシューが基本のトッピング。麺の硬さ、スープの濃さ、油の量をカスタマイズして注文できるほか、客席には 豆板醤やラー油などの調味料と並んで、漬物や、刻み生姜刻み玉ねぎ、おろしニンニクなどが常備されており、無料でトッピングすることができる。主に都市部では、代々木商店、池袋商店、四谷商店のように、地名を冠した商店の店名での出店も多い。一方で、ロードサイド店舗では、町が商店の店名で出店している。 これらの町田商店系列の店舗を総称して町田商店系とも呼ばれる。地域の客層を考慮してスープの仕上げを調整するなど味作りは店舗によって異なる。細麺で濃厚な豚骨ベースの九州ラーメン。替え玉が可能であることが特徴。2015年にコロワイドから買収した法日外国人向けの業態。スッキリした豚骨スープが 特徴の九州豚骨ラーメン。豚骨ベースの醤油スープで、ニンニク、野菜、背脂などを調整できるのが、特徴の、いわゆる二郎インスパイアのラーメン。2019年8月に買収した、株式会社ラーメン天下による9店舗。野菜の旨味を含んだ味噌ベースのラーメン。家系ラーメンをベースに、海外展開する業態で、ロサンゼルスで1店舗。 ニューヨークで2店舗を運営している。プロデュース事業部門のビジネスモデルは、フランチャイズ方式とは異なり、ロイヤルティを課すものではない。プライベートブランドの麺、タレスープ、その他食材の継続提供を条件に、店舗運営ノウハウのコンサルティングを、有償無償で提供し、食材卸売による利益を上げるモデルを採用している。プロデュース先の中でも、一角化は、 多数の店舗を出すまでに成長した。ラーメン評論家や熱狂的なラーメンファンの中には、セントラルキッチンを採用しチェーンやフランチャイズで展開する家系ラーメン店を資本系と呼び、一定の意義は認めながらも、厳しい修行を積んだ職人の技術を必要とする吉村家直系店やその系譜を継ぐ店からなる、本来の家系と区別する者も,もいる。中でもギフトは、 資本系の代表格とされる。ありがとうございます。